4月16日、東京、将棋会館においてヒューリック杯第95期棋聖戦、決勝トーナメント準決勝上向き黒三角山崎隆之八段、43歳、三角永瀬拓也九段、31歳、戦が行われました。10時に始まった対局は18時18分に終局。結果は111手で山崎八段の勝ちとなりました。山崎八段はこれで挑戦者決定戦に進出を決めました。もう一局の準決勝、佐藤天彦九段、36歳、佐々木大地七段、28歳、戦は4月17日に行われます。我が道を行く山崎八段、会心の勝利。山崎八段先手で戦型は相掛かりに。この戦型も AI 研究によって、かなり深くまで定石化が進みました。しかし将棋界屈指の独創的な棋風である山崎八段は、我が道を行きます。自陣は金を左右に開き、自玉は初期位置の、居玉、のまま。そして相手の角や歩が効いているところへと歩を進めていきます。対して、自然に応じていく永瀬九段。それで悪そうにも見えません。山崎八段は、右玉、にスイッチ。対して永瀬九段は遊玉の弱点である右端一筋を攻めます。その動きに乗って、山崎八段は持ち前の中盤力を発揮。盤上中央、および左側でポイントを重ね、次第にペースをつかんでいきました。93手目、山崎八段は取れる金を単純に取らず、大手でと金を滑り込ませます。これがスピード感あふれる、冴えた決め手、終盤は駒の損得より速度の格言通り、駒損ながら、あっという間に永瀬玉を受けなしに追い込みました。受けがなくなった永瀬九段は山崎玉に迫って、形を作ります。111手目、山崎八段が銀を打って王手をしたところで、永瀬九段は投了。以下は綺麗に、永瀬玉は詰んでいます。山崎八段は難敵を下して、挑戦者決定戦に進みました。4期連続で棋聖戦長決に進んでいた永瀬九段。今期はここで敗退となりました。両者の通算対戦成績は、山崎4勝、永瀬9勝となりました。藤井聡太棋聖、山崎八段の5番勝負は実現するか。山崎八段は NHK 杯、日本シリーズ、叡王戦、タイトル戦昇格前、など、数々の棋戦で優勝を重ねてきました。2005年4月、山崎隆之六段。しかしタイトル戦では2009年に王座に挑戦、羽生善治王座に3連敗、したのみで、タイトル獲得の経験はありません。2022年には竜王戦の挑戦者決定3番勝負まで進みながら、敗れています。今期、藤井聡太棋聖、八冠、と山崎八段のタイトル戦は実現するでしょうか。佐々木大地七段が地元で将棋教室藤井聡太八冠とタイトルを争った注目の若手棋士モチベーションが上がるような場所、長崎県対馬市。長崎県対馬市出身で2023年、藤井聡太八冠とタイトルを争った将棋の佐々木大地七段が、このほど地元で開かれた将棋教室の講師を務めました。佐々木七段、王様とこの竜の関係性ってよく出てくるんだよ。ここで他に金で王手する手があるか、もう一回考えて。もう一回考えようか？じゃあここ奪ったら、ここだから、2023年、藤井聡太八冠から2勝。棋聖戦5番勝負は1勝3敗、王位戦7番勝負は1勝4敗。佐々木七段、藤井聡太八冠とは、9局座したんですけど2勝7敗で。読むスピードが速くて、なおかつそれが正確なんですね。対馬市政20周年を記念して開かれた将棋教室で講師を務めた佐々木七段。対馬での指導は8年ぶり2回目で、対馬市在住の約30人が参加。地元の子供らを相手に机を回りながら指す、ぐるぐる将棋で対局しました。憧れの棋士から直接指導を受けられるとあって参加者の表情は真剣そのものです。参加者、予想してたところと違うところに指してきたりするところが難しかったです。対馬出身ということもありますし、スーパースター、今後も頑張ってほしいなという風に思ってます。佐々木七段、
対馬は自分のホームでもありますし、一つモチベーションが上がるような場所でもあります。帰ってくる時にはいろんなエネルギーをもらうことができて、それを将棋の型で活かせているのかなと思います。佐々木七段はこれから毎年対馬市で将棋教室を開きたいと話していました。